こんばんみ。こんばんみ。なんなんそのち。こんばんみって今日寂しいね、うん、4人だけだよ、うん、パパ夜勤でいないし、うん、ってことでさ、今日パパいないってことで、はい、パパの質問してもいいですか？何？なんだろう、カメラ近い質問してもいいですか？パパの、はい、いいところと悪いところを教えてください、うん、ママに。はいはい、はい、じゃあ誰から言いますか？はい、小さい順から。小さい順でいいえな。小さい順でいい。じゃあちなれみえなということで、はい、じゃあまずパパの好きなところをどうぞ、ちなさんから。はい、パパの好きなところ。ちゃんと考えてから言うんでしょ。はい、そうです、そうでございます。どうぞ。何個でもいいよ。うん、1個だっていいよ。1個だけ。パパの好きなところは、リボンのこと考えてるの。リボンのこと考えてる。みんなのこと考えてるでしょ、パパ。リボンのことだけじゃなく、リボンもいるし。いつの間に。うん、それだけ？ちな。それだけですか。はい、じゃあ次レミどうぞ。はい。次レミは1個。1個しかないの？パパのいいところ。何？好きなところね、いいところっていうか。優しいところ。え、例えば何が優しい？うん。じゃあ先に何聞くから考えといて、何が優しいか。わかった？はい。はい。じゃあエナどうぞ。パパの好きなところ。好きなところ。っていうかいいところ。でもいいや。なんか枝 の、うん、あの例えば、うん、あのプリントとかだったら、うん、わかんないところとかあのこう教えてって言って、うん、であのこう教えてくれたんだけど、うん、すぐ答えれるところが、まあ勉強を教えてくれるってことね、簡単に言えば。確かにね、ママ教えれないママ教えれない、もう4年生の問題なんて。あとない？ないばないでいいよ。ね、リボンも参加したいのが。勉強の時とか、うん、なんか節分の時とか、リボンはそれかまない。ああ、その確かにね。パパ、うん、楽しませてくれるね、確かに。で。レミ、レミはパパの何が優しいの？何が優しい？パパが、うん、勉強を1時間以上教えてくれた。それエナ言ったし、エナ言ったからそれを言ったんですか？うん？そうですか。本当に教えてくれたもん。教えてくれたの？1時間。それがいいの？好きなの？パパの。あとない？うん。うん、はい、じゃあ次行きます。次パパの嫌いなところをどうぞ、はい、教えてください。はい、はい、ちなからどうぞ。嫌いなところだよ。嫌いなところはチューしたりさ、はい、あれびっくりさせたりはいところが嫌い。うん、はい、じゃあレミはどうぞ。レミはレミの足に汗とかつけるからそれが嫌だ。足に汗をつける。汗をつける。汗つけるの。どこに？レミの足に。足に汗をつける、それが嫌なの。うん。それだけ？あとない？嫌いなところっていうか嫌なところ。何？あとあとさ、うん、あの
怒るところ。まあそれは誰でも怒るよね。親だったらダメなことしたら、ママだって怒りますよ。それはダメなことしたら、それはね、怒るっていうか愛情があるから怒るってことなんです。怒るっていうか叱ってるだけなんだよ。ねえ、わかる？ん？わかりますか？はい。はい、じゃあ次へな。どうぞ。これ入るかな？悪いところ。何？悪いっていうかさ。うん、何？お年玉取るとかな。それは取ってるんじゃないです。貯金をしてるだけです。はい、そうです。じゃあママが今度言います、はい、パパの好きなところ、いや、ダイエット運動してダイエット頑張って痩せてるところ、うん、痩せてるねパパね、うん、結構ね、なんか昔のパパに戻ったって感じだね。あとママのパパの嫌いなところ、とっても話がくどいところ。くどいよねパパの話って。そう思わない？ママあ、まだできた。こいつくどいなと思う時あるんだよね、ほんと。なんだか。というところが嫌だ。レミ、まだあるって。あとは嫌いなところないかな、特に。パパ痩せたよね。ダイエットすごい最近頑張ってるよね。なんでだと思うの？なんであんなにさ、パパダイエットしてんの？で、いつもママ不思議に思うんだよね。太いからじゃない？太くなる。好きな人でもできたのかなって思うんだよね、たまに、ね、すごい運動してさ、最近じゃない、ママは反対に太っていくけど、パパは反対に痩せていくよね、うん、不思議だよね、うん、なんでなんだろうね、うん、で、あともうないのかな、うん、うん、それだけ、決断が早い。決断決断早い。東京とか、うん、何東京とか、うん、行くっていうこう計画とか、うん、旅行とかに行くのも早いし、うん、で東京に行ってる時にさ、うん、カメラを撮ってカメラに集中して、うん、楽しいのかなって思う時あるんだって。まあカメラばっかり撮ってるからね、確かにね、あの旅行に行ってんのにね、パパにとっては思い出を作ってる感じで、うん、すごいなと。あ、子供たちの思い出作ってくれてるからすごいと思うって。まあそれはね、そうだよね、そういう感じだよね。ずっとビデオ撮ってるからね、回してるからね。ああいう旅行に行った時ぐらいはね、楽しい。でもそれが楽しいんじゃないの、パパにとっては。レビはある？あと何？ある。何？丸カエ連れて行ってくれたから。何で丸カエが出るんだよここで。丸カエそんなに美味しいと思う？美味しいと思う。ママ全然思わないんだけど、今ぶっちゃけで言うと、パパいないから言うけどさ、めっちゃ美味しいよね。うん、ママ平子屋の方が好き、丸かよりなら。美味しいなって、本当に美味しいな。いや美味しいと思わない、うん、ママ昔パパと二人で行った時もあるけど、パパはすっげー美味しいっつってるけど、ママ全然美味しいと思わなかった、はっきり言うと。あとさ、あの丸かいの、はいはい、一人ずつ言ってください。丸かいの時に、うん、あのほらめっちゃ行列で、うん、並んだ時だって2時間もね、しかも、ああ、できたての時ね、丸かいができた時ね、リニューアルした時。そうでさ、中に入って、辛かったけど、そうそう、辛かったけど中に入った瞬間にもう良かったかって、なんかあったかかったし、うん、匂いもめっちゃしててさ、うん、めっちゃ良かったし、食べた瞬間さ、マジでも世界一だった。世界一？世界一なんだ、丸かいラーメンが。やっと食べて良かったなっていう気持ちだった。そんなの、なんでさ、丸かい美味しいのにさ、ママはさ、美味しくないとかって言うの？え、全然美味しくない。美味しいんだよ、めちゃくちゃ、うん、ね、美味しいの？美味しいんだよ。そうですか。いや、ママちょっと美味しくないと思ってた。美味しいんだよ。そうですか、うん、そうなの？
美味しいの？めっちゃ美味しいじゃん。あのつゆとかさ。うん。ある？本当。なんでそんな責めるんですか？いきなり丸かいな、丸かいの話になったら。どうしもね。なんでそんな責めるの？怒ってんですか？切れてんですか？切れてんですか？うるさい。パパの味方ですか？何うるさい。なんでそんな急に切れてんですか？ママのせいで切れたんだよ！怖い。うるさい、レミ。